今日の松代はですね、午前中、本当に曇っていましてですね、午後になってから少し雨が降りました。今はちょっと上がっておりますけれどもね、そんな今日の松代です。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、西条の前鶴山の中腹にあります松代藩の神社でですね、白鳥神社についてですね、筆頭責任役員の荒川達夫さん、それから責任役員の倉田博則さんにお邪魔おいでいただいてですね、白鳥神社についてお伺えればなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。で、荒川さん、ちょっとお聞きしますけど、はい、まあ、松城のこの白鳥神社、はいはい、これはどこにあるかという方でちょっと軽く説明していただければ。松城の城下町はここにありますが、はい、松城の城下町から辰巳の方向だいぶ離れました前鶴山のこの中腹にございます。はい、それで城下町ら北西に向かいまして、こちらの方に川中島平、はい、こちらの方に南の方に山々がありまして、はい、この中腹、その前鶴山はたくさんいろいろ言われがありまして、のろし山、これは武田信玄ののろしを上げたところ、それから太平洋戦争の大本営のあったこちらの方へ来られるというところで終戦になりましたんですが、大本営があると、はい、こういうところ地形でございます。なるほどね。まあ、この大本営も造山地下号はこちらにありますけども、はい、天皇御座所っていって、今気象庁の地震研究所ですかね、はい、観測所になってますよね。はいはい、まあ、その一角に、白鳥神社がありますよという形ですね。この白鳥神社というのはどういうあれだか、ちょっと説明をお願いできますか。はいはい、白鳥神社は、松代藩初代藩主真田信彦が、はい、1622年に上田より、松代に移封されました、はい、その2年後のに建てられたのが白鳥神社でございます。はい、白鳥神社は、真田家の、祈願神社でございまして、真田信彦公が、1624年、今より392年前に、雲野宿の、白鳥神社の分霊をお迎えして作られたものであります。で、松代へ持ってきて白鳥神社という形ですね。はい、白鳥が白鳥ですね。はい、でも私も感心するのが、このね、全体的なものっていうのが少しすごいなというふうに思いましてね、あれですね、こういった山に余ってるね、はい、これもちょっと説明していただいていいですか。はい、これは前鶴山でずっと続いていくわけなんですが、はいはい、これは前鶴山の登り口の参道でございます。はい、これは松山でございまして、はい、白鳥神社 この所有する、山林でございます。うん、これは参道を登るところには全部これは明治の末に描かれた絵図でございますが、はい、この頃は、結構松があったね。樹齢108年くらいの松並木が両方にありまして、とても参詣する方には、うん、その見晴らしに良かったところだと思います。はい、それでこちらの、西、北の方にちょうど城下が見えまして、お城が見えたわけでございます。それで登りきりますと、ここに、先ほどの見えた神社がある、はい、神社がありまして、これ、はい、これは九つの胸と、はい、やっぱり山の急なところにありますので、うん、なんですか、立派なお宮でございます。うん、まあこういったのもちらっと見たので、まあ、こういう、あれですね、神社を参拝するっていうんですかね、これゆかりの神社を巡るという形で、お二人にもご参加いただいて説明していただいたんですけども、まあ実際に行った時には結構時間かかったりして、あれですね、登るにはお年寄りはちょっときついかなっていうのはあるんですけど、倉さんも一緒にね、登らせてもらったんですけど、簡単に行くってわけじゃなかったですわね。そうですね。はい、まあちょっと急勾配で300メートルありますが、はいはい、まあ私の足でゆっくり10分ぐらいで行きますが、はい、ちょっと大変ですね。大変ですね。はい、
なんか途中で休まないで行かない、行った方がいいよって言ってましたけど、はい、あの私の経験で、はい、あの急がなくて時間に余裕を持って、はい、ゆっくり自分のペースで最後まで登った方が割と楽ですね、うん、なるほどね、休んでしまうと、うん、今度は次出る時がちょっと大変です、うん、なるほどね、はい、あの行った時もだらだら歩いていったっていう感じですもんね、はい、まあ、あとこういうあの荒川さんちょっとまたこれね、はい、この配線、まあ、一応これから登っていってっていう形になりますけど、はい、ね、はい、先ほど あの山道を登り上げると、ここからあの、斜前になります、うん、それで、ここの、ね、胸があるんですが、これをまっすぐ登っていきまして、ここにあの朱色の、門が、あの鳥居がございまして、はい、ここを抜けまして、これが総門でございます。で、こちらが拝殿、祝詞殿、本殿となります、行事はみんなここで行いますが、はい、ここまでがみんなあの行かれる、行かれと、まあ、実際私らもここまで行って、はいはい、ご説明していただいたんですけどね。そうですね、はい、それからあのか、神様でございますが、神様はあのこの本殿の中にまたその御社殿がございまして、はい、2つの、神様のお社がございます。こちらがあの雲の塾から持ってきました三社本殿といいまして、神様あの主催人は、大和武尊の御事でございます、はい、それからこちらが今度は真っ白藩になりまして、真田信彦が亡くなりまして武政の大神さんになりまして、その、神様と家臣の鈴木右近忠重がおりさんがおります。うん、あとはこちらの方が、うん、絵馬殿ですね。絵馬殿が、はい、武の神、戦いの神ということで、はい、まあ、目に見えないんですが、それから新旧社、これは馬小屋ですが、はい、ここに あります、木馬があの一応、神様ということで、それからあの長野市有形指定文化財になりましたのが4件ございまして、ここの、中にあるやつ、はい、中にある三社本殿と、はい、それから、祝詞殿、拝殿と、はい、それから絵馬殿と、はい、それからの新旧社になる馬ですね、その、あ、馬ありましたね、はい、この4つがあの、長野市有形指定文化財になっております。それからあの作りでございますが、これはあの、真田信彦公という人は大変あの徳川家康とあの信頼関係にありまして、家康の、養女小松姫を正式に迎えております。はい、それであの徳川家康は1616年75歳で亡くなりますが、その8年後にこの家康を忍んでか、この、静岡県にある、久能山東照宮を真似た小型化したお宮ということで、うんうん、大変立派なお宮なんです。なるほどね、はい、まあ、これもちょっと見ていただいて、はい、これ絵馬殿ですね。これは、はい、絵馬殿です。これはあの、はい、戦の神さんでございまして、はい、まあ、昔はこういう絵馬を、はい、奉納するっていう形なんですね。文術が盛んだったんですよ。文武学校等もございまして、はい、こちらは文の神さんでございますので、うんうん、一応のいろんな戦の関係で、うん、これは馬術の関係の、はい、奉納学でございます、うん、これは、刀剣の関係ですね、うん、それからこれが法術の関係 の、 あの一応大会の時に何か相当な実績を上げた法の学でございます。これなんか先ほど言いま、あのちょっと聞いたんですけども、あのここでもこの下に、はい、なんかあのこれは先ほど申しましたように、あの白鳥さんは1624年に建てられましたが、こののはあの海前寺さんです。海前寺さん、はい、海前寺さんの敷地はずっとありまして、これはあの、真田信彦公が来られました1622年に来られた時にちょうど建てられたんです。これ共同です、うん、はい、それから海前寺、はい、でこの下があの馬場になってまして、うん、それであの、馬術が盛んだったわけなんです、うん、この当時あの文化文政の時に一番あの花開いて文部学校、ああ、はいはい、ありますね、あの学問、はい、それから文芸と、はい、とても盛んになったあの時代でございます。そうですね、まあこれも一応拝殿っていう形ですけれども、はいはい、あれですね、まあこういったところも、まあ、手入れもしなきゃいけないですし、そうです、はいはい、この拝殿もちょっと見させていただいて、まあ、太鼓もあったりとか、はい、いろんなものが周りに
何ですかね、何ですかね、倉田さん、あの、なんだっけね、この椅子が置いてある裏側に、なんかね、屏風というかね、屏風というか、はい、それも置いてあったり、まあ、ただ何気なく置いてあるんで全然知らないんで私も説明してもらって初めてええっていう形でしたね。あれもやっぱりちゃんとお守りしなきゃいけないっていうあれなんだよね。金箔というかね。そうですね。まあ本当にあの置く場所があったり人数がたくさんいればどかしてみんなで見てもらうってことできるけども、なかなか難しいですよね。そうですね、うん、まあ、あと倉さんたちもやってらっしゃるこの年間行事っていうので、まあ、こういったものもありますけれども、はい、一番大きなあれっていうのは大きいのは、まあ、細かいのやると10ぐらいあるんですけど、はい、まあ、一番大きいのは春と秋の例大祭、はい、4月と10月、はい、で4月は特に、今14あざの地区で、はい、氏子さんで、はい、お守りしてますが、はい、4月は各区長さんから市会議員さんとか、はい、大勢の方見えられて、はい、盛大に行われます。やっぱりみんなそこまで上がってくんですね、はい、歩いて、9割の方歩いてなるほど、はい、議員先生も歩いて結構ます。あ、そうですか、はい、あとこれもねちょっと珍しいっていうので、はい、ちょっと説明お願いできますか。はい、ました。これはあの、松代藩の岡川栄氏、三村陽益さんが書いたそのお家松の、金箔の屏風なんです、はい、はい、これはまあ4件あいか2件1層で4件あるんですがね、これはあのとてもないか氏子に半世時代でしたらもう殿さんの一声でできたんですが、氏子になりますととてもとても拝殿の中にあったって定例も何も言えないんで、はいはい、これは長野市へ、はい、寄贈しまして、今あの真田宝物館に、はい、あるかと思います。あ、なるほど、はい、これでもたまにはあれですかね、展示みたいなことするんでしょうかね。やっております。やってるんですね、はい、これはこれも結構綺麗な甲冑ですか、はい、これはいずれにしても真田信彦がのためにということなんですが、はい、第8代真田伊吉良公が白鳥神社に、寄贈したという鎧でございます。これも殿様が、そうです、殿様が白鳥神社に奉納するみたいな形ですか、はい、そうです。だけどこれも所詮手に負えませんもんで、長野市の宝物館の方にございます、真田宝物館です。あ、なるほど、ね、これもちょっと珍しいその、はい、掛け軸みたいになってるんですけど、ね、これはどういうあれですか、はい、これはダキニテンっていってインドの神さんのなんですが、元は、ええ、こういったものも宝物で奉納されてるんですが、これはいずれにしましても日本に来まして大変力の強い仏の悟りを開いたような絵を描いた何ですか掛け字になっています。なるほど、ちょっとこれもなんか珍しいっていうので、まあ、これが文化財の、はい、一番の元になるとかっておっしゃってるので、そうですね、はい、これもちょっと説明をお願いできます、はい、これは拝殿の何ですか胸板なんですが、天井の上にあるんですが、これが見ますと、何ですか文化10年になってます、はい、1813年ですか、になって大改修を行った、そのこれは真田幹孝公がその世襲になって、まあ、その前のお殿さんの名前もありますが、この方が、はい、世襲になって、この大改修を行ったというのが胸板でございます。なるほどね、はい、これすると2代にわたってという形になるんですね。そうです、はいはい、うん、すごいもんですね、はい、まあ、ちょっと時間がだんだんと押し迫ってきてますけども、まあ、この倉田さんと荒川さん、これからどういう形でこういうものをお守りしていかなきゃいけないっていうのはちょっと大変な身を持ってるんですけどいかがでしょうかね。白鳥神社は本当に立派なお宮なんですが、はい、いずれにしましても何ですか気高いその山の中腹にありますもんね、まあ、俗に言うパワースポットなんですが、うん、なかなか
山の中腹まで登ってきていただきたいんですけど、ね、まあ、皆さん、参加者が少ないと、はい、それからもう一つはその自然にその山がその風で荒れてきますので、はいはいはい、大変手入れが大変だということなんで、うん、その辺は倉田さんと一生懸命打ち合わせてやってますね。うん、あ、なるほどね。倉田さんいかがですか。はい、今の通りで、皆さんがあの登れて行けるようなあの一歩通行で見えから道路を作りたいなと思ってます、うん、なるほどね、はい、まあ、そういうのを目標にという形ですかね、はい、大きい目標ですけど、はい、またお金もかかるし、はい、人の力も借りなきゃいけないして大変ではあるんですけども、頑張っていただければなというふうに思います。今日はですねちょっと貴重なお話いただいたんですけども、まあ、あのなんですかね、みんな元気でお参りをしながらお守りをしなきゃいけないって、行かなきゃいけないことなんですけど、まあ、頑張ってやっていただければいいかなというふうに思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、いやすごい歴史あるお宮で、そう、ね、言ってね、私もね何回かね、うん、3K3 番にね、うん、お伺いしたんですけど、ね、うん、辛い辛いでしょう、つけばね、うん、もう本当に休まないから、うんうん、だけどね、あの入り口のね、うん、鳥居の右側に何人名ですか、馬、うんうん、本当の馬みたい、うん、なんか本当の馬、そうそう、いや、あれは違う、ちゃんとね細くね、ちゃんとね細く、そう、すごい、ちゃんとできてるんですよね、はいはい、ということで、はいはい、これもですね夢空間でやっておりますけども、はい、清野を巡るっていう方ね、まあ、里山ですね、うん、それを巡るということで9月の24日、はい、行います。はい、はい、で結構ねあの珍しいところも、うん、あの仏さんかななんか見せていただけるかなっていう形で、今ちょっと手配をかけてますんで、ぜひまたね見ていただ、あの参加して、9月の24日土曜日、はい、ちょっと先ですけどね、うん、まあ、こういったものを先 PR させていただければいいかなということでございます。ぜひ、ね、はい、お願いします。で来週は、うん、来週ねまたちょっと私をやらさせてもらいますけどね、さんですね、うん、あのね、続け歌声喫茶っていいじゃん、ね、そう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 、うん、それのね、100回記念をね、迎えたっていうんでね、ちょっとこういったのも迎えたの、うん、先週、おー、うん、あのそうですか、土曜日だったかな、あ、日曜日だった、ごめん、うん、それでやったのよ、うん、でそこのねレストラン花屋さんってところでやって、店長のね、あがたさんに来ていただいて、ちょっとあのそのお祝いの模様を、そうですね、ちょっとあのお話聞ければいいかなっていう、まあ、100回、私ら300回だけどね、まあ、自慢してますね、いやいや、ちょっとどういうあれかなっていうのを聞ければ面白いかなと思って、はい、対抗意識、いやいや対抗意識じゃなくて、はい、言えば向こう100、じゃあ私は300っていうね、そういうのもいいじゃないですか、はい、わ、はいはい、かりました、そんな形で来週行きたいなという、はい、ということで、はい、来週のしゃべくりましょう、どうぞお楽しみに、はい、よろしくお願いします。